北のロッキーチャンネルどうもロッキーでございますお晩でございます今日の動画の内容なんだけれどもズバリ北のロッキーが好きな女性のタイプあの誰得やった話なんだけどこれしたいと思いますでねその話する前になんかさあのちょっと話しときたいことなんだけどなんか俺 B 線疑惑がね周りで浮上してんだって B 線ってわかるいわゆるブス線。 失礼な言葉だよなこれな。でね俺はねロッキーちゃんって B 戦だよねって言われたの。でそれが発端がねマリーゴールドのさあいみょんいるじゃん俺あいみょんに恋したって言ったの,あの俺の友達にね俺俺ちゃんっているんだけど俺俺ちゃんに。たらまずあのー あいみょんのね、マリーゴールドを聞いたときに、俺はま、もうまだ知らなかったの、あいみょんの顔。で、あいみょんに俺恋しちゃったって言ったのよ。たら俺、俺ちゃんが、ロキちゃん、顔見ない方がいいよ。って言ったのよ。<laughs> で、俺顔見たんだよ。たらえ可愛い,いじゃんと思ったの。それダメなのそれ。何あいみょんは、ダメかブツなのか ちょいなのかんなことねえな別にんなうんまあまあだから俺は B 線じゃないですはいはいじゃあその話は終わりねはいですよあの俺が俺が好きなあの女のタイプなんだけどあのねなんつうんだべな俺が好きな女のタイプうーん自分でこうやってカメラ回しといてなんか何なんだけどさ まず、っていっぱいあるんだわ、これ。まず一つ。まず一つね。身長、まあ、体型でいこうか、まず。身長がえらい高いか、もしくはえらい低いか、のどっちか。の女が好きなの、俺。<う>で、例えばじゃあえらい高いって言ったら、あのー、ま、あ俺がね、今まで人生で付き合ってきた、 あの美女の中で一番身長高い人って161か2なのよ。なんだけど160個言ってればさ多分でけえじゃん日本人としてはさおっきいじゃん。で付き合った中で一番小さいのって147とかそれぐらいなのすんごいちびれた多分たってもこれぐらいだと思うんだけど。 あ、これじゃねえかと。これぐらいあるか。うん。なんだけど、まあ、とりあえず、まあ、すごい身長が高めか、思いっきり小さいか。のどっちかなのね。で、で、今身長をしたじゃん。で、体型体重なんだけど、これが、もう、超絶スレンダーか、ちょ、まあ、超絶、むっちりでもいいわ。超絶むっちりでもいい。腹出ててもいい。その代わり、おっぱいが。 ね、おっぱいがあれば腹してもいいから、俺。だから、超絶むっちりか、もう、あのー、まあ、ガリガリすぎたらやだけど、スレンダーかがいいわけよ。だから、極端なんだよな、俺。中間がね、あんまないのよ、俺。で、あのー、女の人のパーツで、俺一番好きなのはどこかっつったら、足なのよ、実は。 で俺よくさこうライブしながらねこうやってねこう札幌し内ないとかさつっててさ「おいい女」とかって言うじゃんでその時に俺が言う,言うじゃんよく「俺足好きなんだよな」ってだから街中足だけ歩いてればいいっての俺こっから上はなくていいから足だけ歩いてればいいと思う俺それぐらい足好きなんだよ俺でむっちりとした足そしてスラッとしたカモシカのような足もうどっちとも好き だから中間はそんなにあんまいいと思わないっていう感じよまあもちろんまあまあおっぱいも好きなんだけどもちろん共乳共乳好きだから俺からおっぱいはちょっと貧乳の人はちょっと俺俺ダメかなうんあのー、やっぱおっぱいはね ABCDEE e 最低でもいい根がくは ABCDEFGH だね 何今何全世界の女を敵に回したか H だよ H ねはいでじゃあ具体的にね具体的にじゃあ芸能人で言えば誰が好きかってなるとまずあのー、ジャンキー部門相ーなんですアイ相ーなんですあのジャンキーな感じちょっと薄汚れた 感じわ、わかるでしょあの、これ、これ褒めてんだよ、これ。なんか、ちょ、ちょっとなんか闇がありそうな。で、なんか、一人称俺とか言っちゃいそうな感じの。相川七瀬が俺大好きなんですそれ。で、これ、ジャン、ジャンキー的な感じだね。で、相川七瀬。で、次に、あのー、うんとね、清掃清掃部門。でい、言えば、それはもやっぱりもう、ね、皆さん知ってると思うけど、 ね、乃木坂なんちゃらの、白石舞よ。白石舞。がもう、俺の中の、この地球上に神エホバが作り保った、ね、あの、降臨させた天使だと思ってるから。で白石舞よ。その、純粋な青春的な、綺麗なお姉さんは好きですか的な感じちゃったら、白石舞なのよ。で、それで、ちょっと番外編なんだけど、番外編ね番外編なんだけど、 例えばあの、お笑い系のねお笑い系でうんと「いやこの人いいな」って思う人がいるのよあの、森三中とかじゃねえよそれ何森三中来たっしゃいやいや森三中でもなんでもいいんだけどさ別に気が合えば何でもいいんだけど森三中ではないのよあのなんかねホんとね名前忘れちゃったなあの、多分テロップ出てんだけど なんかあの、あのエロオペラを歌うお笑いのやつがなんか最近ちょっと売れてるんだってそれが、なんと、なまら性高い。で、巨乳。で、顔が、あのー、ちょっと、ちょいブスなんだわ。俺、ちょいブスも実はちょっと、まあ、さっき B 戦否定したけど、ちょいブスは好きなのよ。だから、今んところ、あの、一番俺の中での、 その好みを全部兼ね備えてんのって、実はこのエロオペラのやつなのよ。なんだけど、別に一番好きなのは、俺は白石舞なのわ、ね、かるそんな感じなんですわ、北のロッキー。ね。だから、もしね、これを見てる中で、ね。もしあの、じゃあ、ね。体型が、じゃあそのエロオペラのやつで、顔が白石舞で、で、雰囲気が相川七瀬だと。 自分は、自信がある人は、美女ね、年齢問わないから、うん、あのー、概要欄にメールアドレスあるし、俺ツイッターもやってくから、DM くれ。そしたら、ここの、ロッキーカフェで面接しますから、そこで一緒に、盆踊り踊ろう。北のロッキーでした。したっけ。盆踊り踊りてぇなぁ。誰が、 Ore to isshiri board o no Kita no Rocky